平成21年8月19日20日に毎年恒例の第32回阿蘇日の山祭りが行われました。2009発の花火大会や2000人の総踊りをはじめ、400メートルの露天花火、ステージショーなどが2日間にわたり行われるビッグな夏祭りです。メイン会場である阿蘇市体育館前広場では、地元の商店や商工会、婦人会などが地元特産品の赤牛やソーセージ、阿蘇んもん T シャツの販売、バーベキュー会場ではお肉を頬張り、夏の大イベントとなりました。昼間のイベントでは、地元小学生を対象に宝探しが行われ、普段子供だけではなかなか入らないお店にも子供だけで入り、お宝を探し、地元商店との交流を深めていました。1日目のラストを飾るのは2009発の花火。第32回阿蘇日の山祭りは2000人の総踊りで祭りを締めくくりました。